ました、先ほどもねこのお母様から旅衆が好きなんですよっていうふうに言っていただいたんですけど、旅衆はですねなんと今年で旅衆を歌ってからもう40年経ったんですね。それでうわあいろんなもの持ってるんですね。なんかこれわあ、40年前の11月大40年前ですね。もう私の娘のような状況ですね。ねえ、私のこうなんか娘がいるんですけど、私は実はやっぱりこう写真をこう普段この私の娘って高齢出産だったので今10歳なんですけど、普段見てると全然その私に似てるなっていうふうに思うところがない、主人の方に似てるんですけど、こういう写真を見るとね不思議とやっぱりどこかにこう DNA があるのか、昔の14とか15ぐらいの写真を見るとなんかやっぱり今のみんながね、あ娘さん似てますねっていうのでこう何か似てるのかなって、まあ普通の人はなかなか自分のねもうそのある年齢になったら13歳とか14歳の写真見る機会ないじゃないですかね。普段ないでしょ、なんかね、お母さんどうですか、14歳ぐらいの写真見たことないですよね。もう私毎日のように見るんですね。でもう子供の時の写真もこう持ってきてくださるお客様なんかがいらしてよく見る、あもう写真なんか撮っていただいて、ね、そうするとあこういう顔だったんだなって思って、それで娘を見るとやっぱり似てるのかなっていう。13歳の時のポスターそっくりです。ああそうですか。ねえ、もうコンサートとかよく来てくださってるんで娘の顔も知ってるのでね、あれだと思うんですけど、まあ